はい、こんにちは、トールと申します。9月も下旬になって秋アニメの放送開始日や配信スケジュールなんかが結構分かってきましたので、今回はこのチャンネルとして追ってみようと思っている作品について、まあ主に新作を中心に紹介してみたいと思います。まあ僕のね話だけだと分からんよっていう人もいると思うんで、一応ね放送日順の作品一覧っていうのを公式 PV のリンクと一緒に概要欄に貼っておきますので、まあ気になった作品を見逃さないように、もしくはまあ時間があるときにね他の作品に触れるきっかけに活用していただければと思います。で、一応タイムスタンプ作っとこうと思いますが、動画の構成としましては、まず、まあ、僕が見ようと思ってる25作品、の選定基準を話した後に、まあ、視聴予定のアニメについて放送日順に、まあ、作品名とジャンルなんかね、軽い紹介をしたいと思います。で、最後に、僕は個人的に特に期待してる、作品ね5作品についてね、やや詳しく期待することと一緒に話してみたいと思います。それではよろしくお願いします。まず作品の選定理由なんですけど、これはチャンネル的に僕が好きで夢中になれそうな作品25作品を選んでます。もう独断と偏見ですね。ですので結構偏っていて世間の評価ともずれるかなと思いますので、ちょっとね参考となるように夏アニメねここに並べてみました。はい。まあ一応ここね15作品を視聴ね完走予定です。まあ延期なんかもあるんでね、後からまた埋まっていくとは思うんですけど、1段目の5作品に関しては深掘り動画なんかも出してますので、ね、個人的にはかなり思い入れが強いですし、2段目についてはね、毎週皆さんとライブでね感想を共有したりしました。はい。全体的に15作品どれも面白かったんですけど、チャンネルの活動としては、上に行くほど思い入れは強かったのかなと思われます。で、まあ、こうやってね、見たらわかるんですけどね、全体的にその作品ごと結構尖ってるんやけど、ただ、ジャンルはめっちゃ被ったなっていう、これが夏アニメのね、イメージですね。はい。そうなんですよね。チャンネル的にネタバレなしでライブ感を持って楽しみたいと、思ってるので、僕、事前情報をあまり入れずに、PV もできるだけ見ないようにしてるんですよね。で、逆に言うとですね、その、取りこぼしが怖いんですよね。ジャンルが、まあ、被ってしまってるの。例えば、こう、ファンタジー、多めに置いといてね、でまあ好みのやつで絞ろうと思っていたら、思った以上にそれぞれがね、違った面白さを出してしまったなっていうのがこの夏アニメのね、一覧です。特にナロー系アニメめちゃくちゃね、多かったですね。そんな感じで僕のまあ好みとしましては、やっぱり硬派で重厚なファンタジーだとかね、しっかりとした SF だとかね、またですね、お仕事とか内政とか外交とか、まあミステリーとかもね、そうなんですけど、あまりこうバトルとかアクションとかね、そういったところはね、あまり重視してない形です。基本的にはストーリーとかシナリオをね、楽しむ形になっていてですね、そのあたりをこう取りこぼさないような感じのチョイスに、なってます。つまり逆に言うとですね、僕は少年漫画系とかバトルものとかラブコメアクション、あとギャグ、とかに関してはですね、なんか原作を自分のペースで読み進めたくなってしまいますので、まあ大体1話ほど見たら満足してしまうことが多いし、また、そもそもの25作品の中にね、すごく、まあ、厳選してるのですごく数が少ないと思います。ただ、まあこうやってこう全体的に60作品以上ね、今期もあるんだけど、こうやって見ていった中ではね、今期のバトル少年漫画ラブコメあたりはね、結構層が厚いというか高品質なものが多かったので、そちらが大好きな方はですね、また別のところで確認してみるのもいいかと思います。個人的にはやっぱりその知識が増えたりだとか心が豊かになったりだとかね、そういったところまたはシナリオとかストーリーの巧みさみたいなものを、楽しみたいと思ってますし、まあライブとか動画で皆さんと共有できそうな作品についてはね、積極的に推していきたいなと思っています。毎週のライブでもやっぱりいろんな方のその答えじゃなくてですね、それぞれの解釈を聞いたりね、知識の補足をしてみんなの楽しんでいくというね、そういう形のね、ライブにしていければと思っていますので、まあまあこのチョイスを見て気が合いそうな方はね、またご一緒いただけると嬉しいです。それでは放送日順に作品を軽く紹介しておこうと思います。とは言ってもね、まあ新作中心に話すことになるでしょうし、雑談もね交えますので、ここに出てる画面に関しては概要欄にね、そのままね貼っ付けときますので、まあその気になった作品のね、PV なんかから公式情報を確認していただくのがね、確実だとは思いますので、まあ気楽にね聞いていただけると嬉しいです。まあ行ってみましょうか。まずの9月の29日金曜日ロードショーで、はい、金曜ロードショーで、
クソのフリーレンが2時間スペシャルで入ります。いや、なんか2時間スペシャルから初回ってハードルが高いんか低いんかよくわからないんですが、ファンタジー作品漫画原作になっています。ちょっとね、配信が不明になっていますね。9月の30日、めぐみの第5九国のオレンジ、これはですね、人気漫画の、まあ、続編シリーズなんだけど、続編シリーズからアニメ化というね、例になっています。消防士というか、このまあ九国のオレンジ編は、まあ、レスキュー隊の話みたいですよね。はい、このあたりね、どんな感じになるのかなっていうのをね、一応は少なくとも確認しておこうかなというふうに思いました。そして10月入りまして、シャングリラフロンティアです。こちらはですね、その配信バイトが結構ね、多数でね、されてるので、みんなで追うのにはいいのかもしれませんが、ジャンルとしましてはね、 MMORPG ファンタジーですね。いわゆるゲームの世界を描いたものと、なりまして、僕ね、ゲームあるあるが全然わかんないですよね、ゲームしないので。ですので、まあ、OSO かどうかは分かりませんがね、かなり期待が高い作品みたいですので、一応はまあチェックしとこうかなと思っています。続きまして、オーバーテイクですね。こちらは、F1 の話ですね。F1 レースのお話で、僕カーレースとか車全然興味はないんですけど、オリジナル作品なので、まあプロお仕事、まあそれからヒューマンドラマ、部分がいい感じにね、こう見ていくと、これオリジナルアニメっていうことで先の展開わからないのでね、終えたら楽しいかもしれませんので、ちょっとだけ期待してね、1話チェックしてみようかなと思いました。続きまして、デコボコ魔女の、親子事情ですね。こちらはですね、まあギャグコメディになっていて、僕そんなにねチェックしないジャンルなんですが、一時期ツイッターでね、その魔女が小さい赤ん坊を拾って、その10年後とかのね、イラストですね、はい、つまり拾った子供が魔女よりも大きくなってみたいなね、展開の、まあ、ニコマ漫画みたいなのがね、昔イラストレーター界隈で結構流行ったんですよね。で、それがの終着点としてね、なんとアニメ化までされるようになりましたっていうのがね、この一つだと思われますので、はい、もちろん原作漫画もね、あるんですが、まあ、ちょっと歴史の中でも歴史的にもちょっと感慨深いものが自分の中でありましたので、一応はチェックしておこうかなというふうに思いました。あのツイッターでそれを体験したことがある方はね、見てみてもいいかもしれません。10月の2日、ミギとダリ、こちらミステリーですね。配信がね、アマプラが先行になっててね、それ以外が1週間遅れになっていますので、この時差がね、どうなるかっていうのは結構大事なんですよね。あの、ミステリーものってネタバレ嫌やからね、そう。できればみんなと同じ、ライブ感を持って楽しみたいと。で、同日にね、これ、カモノハシロンの禁断推理っていう、これもまあミステリージャンルに、なっているものがありますので、はい。まあ、ジャンルとか内容次第で、まあ、楽しみ方は違うと思うんですけど、こちらはね、配信媒体が結構多数に、なったりはしています。はい、できれば一緒に追っていくものだったらライブで楽しめるかもしれませんし、僕個人としてはね、ミステリーは大好きなので、2つともね、しばらく追っていこうかなというふうには思っています。10月の3日ですね、聖女の魔力は万能ですのシーズン2、10月の4日影の実力者になりたくての、まあ、2期ですね。4日にはね、同日、神選び、オリジナルアニメもやっています。こちらはね、バトルものになっていますが、オリジナルなんでね、どうなってくるかわからないというところで自分はチェックしておこうかなと思いました。はい、そしてですね、10月の5日、アンダー忍者ですね。まあ現代を生きる忍者のストーリーになってるんですけど、まあこの手のね、その現代を生きる忍者ものって昔からよくある展開だとは思うんですが、ジャンルをチェックした時にですね、これサスペンスってなってたので、ちょっと見てみようかなというふうには思いました。あの現代における、まあ言ったらこう隠れ忍んでる忍者のリアリティみたいなものがね、出てくると嬉しいと思います。10月6日、盾の勇者の成り上がりシーズン3、それからゴブリンスレイヤーの2期ですね。ゴブリンスレイヤーだいぶ久しぶりですね。はい、まあ配信がアベマになっているので、みんなで追っていくにはいいかと思いますが、自分的にはね、今期の2期もの3期もの続編ものっていうのは結構前シーズンで満足していたものが、多かったりはしますので、はい、まあひっそりと自分の中では楽しむかもしれませんね。続きまして同じ日ですね、アンデッドアンラック、これはまあ少年漫画バトルものですね。はい、まあ不運とアンデッドのコンビですかね、もうバトルものになっています。まあファンもすごく多くて、配信環境なんかも結構、良さそうですので、はい、少年漫画系をね、楽しみたい方にはいいと思います。まあ、自分はあんまりね、あの力入れて追っていくことは少年漫画系は少ないんですが、まあちょっと一応はチェックしておこうかなというふうに思いました。はい、
それでは第2週行ってみましょう。まあ、ちょっとね、ここまで来ると配信のね、環境がちょっと不明だったりするので、まあ、見る人は改めてね、また概要欄から確認していただくのがいいかなと思うんですが、ともかくね、順番に見ていきます。10月の7日土曜日、作品は増えていきますね。まず、最果てのパラディンの2期ですね。それから、引きこもり吸血鬼のモンモン。こちらはね、ファンタジーコメディ作品ですが、配信がね、アベマでみんなで、楽しめそうですので、あのファンタジーを楽しくコミカルにね、終えそうな作品としてはね、まあ、とりあえず1話チェックしておこうかなと思いました。スパイファミリーの、シーズン2ですね。映画なんかもね、同じタイミングでやりますので合わせて楽しむことができます。豚のレバーは加熱しろ、まあ、いわゆるその豚に転生するというね、その異色系転生ものっていうやつでしょうかね。はい。自分は今年は異色系転生ものはね、お腹いっぱいの気分ではあるんですが、こういうこう出落ち系のね、作品だからこそ1話チェックしておいてもいいのかなと思いました。ティアムーン帝国物語、これがねファンタジーものなんですけど、まあそのタイムリープ要素があると言いますか、タイムリープものっていうのとちょっと違うのかな。あの破滅する王女がその破滅を回避するために、国を立て直す系の話になっていてですね、まあ純粋に破滅を回避するためにですね、そのいろんな画策をする物語ってよく考えたら僕あんまり楽しんだことがというか見たことがね、なくてですね、はい、こちらを期待したりもしています。そして、同日ポーション頼みで生き延びます、ね、こちらもまあ転生ものファンタジーということなんですけど、これはまあ僕は個人的に、同じ作者さんのアニメ、原作者さんのアニメをまあ2本見たことがあるので、3本目もまあ一応チェックしておこうかなというふうに思いました。そしてですね、10月の9日月曜日です。星屑テレパス、今年唯一のキララ枠ですかね。はい。まあ日常系としては僕そこまで執着はないんですが、まあなんかロケットをね、宇宙を目指す女の子たちの物語らしいので、このあたりはですね、何かこう新しい知識とかですね、面白みがあるか、もしくはまあやっぱり、ゆっくりまったりね、ポップに気楽に見れる枠としてもね、期待できると思います。10月の12日ですね、ドクターストーンニューワールドの、3期の2クール目が始まります。10月の21日、だいぶ遅れるんですが、こちら、薬屋の独り言です。ジャンルがね、まあ、薬学と、まあ、中華風の世界観、そしてミステリーと、なっています。最初のね、初回放送が、3話分まとめてみたいになってるみたいですので、こちらはちょっとね、その見逃さないように注意しておこうかなというふうには思います。10月の22日日曜日、ドッグシグナルでしょうか。はい。まあ、ドッグトレーナーの話でいいのかな。はい。詳しいところなんかがまだ不明ではありますが、NHK でね、やるみたいです。まあ、今期ね、ちょっと、犬属性が強めですね。はい。そんな形。犬属性って何やって話ですけどね。そして、まあ、11月になっちゃうんですけど、一応ね、進撃の巨人のね、最後ですね。はい。ザ・ファイナルシーズン完結編の後編が、書かれます。それで終わるかどうかはね、ちょっと明言されていないんで怖いんですけど、まあ、とりあえずね、これで綺麗に終わってくれると嬉しいなと思ってます。配信環境もね、アベマでね、見れるようになってますので、みんなで最後を、まあ、見送ることは、できるんじゃないかなというふうに思ってます。一応視聴確定してない作品も含めてのね、秋アニメのねラインナップ一緒をちょっと話しておこうと思います。まあ、興味ない方はね飛ばしてもらえればと思うんですけど、まずねオリジナルが少なめなのはちょっとやっぱ寂しいですよね。でやたらとねゲームものっていうんですかと MMORPG ものっていうのとミステリーがやたら多かったですね今期。はい。あとまああんまり僕は知ったこっちゃないんですけど、世間的には続編ものとラブコメは強そうな印象を受けました。ただまあ自分ね続編ものに関してもそのまあスケジュールの中に入ってはいるんですが、ほとんどの作品はね一気見た時点である程度満足してしまってる、節が強い作品が多かったので、自分の中ではやはり新作の方に期待を込めてる要素が強いですね。あと配信環境に関してはやっぱりアベマさんが無料でね、結構出してくれてるのが相変わらずありがたい形にはなりますが、まあそれ以外のね、サブ薄くとしましてはやっぱアマプラとかDアニが、やっぱり安定してるなというそういう印象ですね。
あと、まあ、全体的なラインナップとしましては、まあ、ポップに楽しめる作品もいいし多いんやけど、それってマイクールなんですが、ディープに楽しめそうな、作品も多くてですね、この点、自分は嬉しかったですね。はい。そんなわけで、チャンネルとしましては、まあ、基本的には感想をライブで共有するんだけど、より自分がね、深く話したい、もっと補足な情報をみんなで共有したいっていう作品に関しては、動画を出したりするかと思いますし、あと、まあ、それほどのことではないんだけど、ちょっと置いとこうかだとかですね、あとミステリーだからね、ちょっと住み分けする必要があるよねっていう、ネタバレ怖いよねっていうのに関しては、場合によってはこうラジオチャンネルとかでね、出したりするかもしれません。はい。そんな感じでね、まあ皆さんと一緒にね、毎週ライブをしながら、楽しみを増やしていけたらいいかなというふうには思っています。それでは秋アニメで僕が個人的に注目そして期待している5作品についてね、紹介しようと思います。まあこれからのね5作品に関しては動画を出すかもしれませんし、また、ライブでしばらくはね、追っていく予定ですので、よろしければですねチェックしておいていただけると嬉しいです。一つ目は早々のフリーレンですね。はい。漫画原作の作品になっています。まあ少年漫画かつファンタジージャンルなんですよね。で、自分としましてはやっぱりこう重厚で繊細なファンタジー、いわゆる硬派なやつをやってほしいあの派手なファンタジー感よりもね、なんか物語とか世界の深みとか情緒みたいなものをね、感じれるストーリーを楽しませてもらえれば、嬉しいと思います。あらすじとしましてはね、魔王を倒した勇者パーティーの4人がまあ10年間ねその魔を倒す旅をやってきたんだけど、なんとかね魔を倒して解散したんですよね。ただ、1000年ぐらいはね生きると言われてる長命種のねエルフであるフリーレンにとってはね、そんな短いものであって、で50年後フリーレンがまた再び勇者パーティーとね、出会うという、そういうストーリーね、そっからの物語だと思われるんですけど、このねなんか長命種感ちょっといいよね、それぞれの寿命が違うからこそね、感覚が違ったりすれ違ってくる部分があったりするので、この辺りの、まあ、キャラクターとか世界観とか、含めて浸らせてもらえたら、嬉しいと思ってます、先ほども言いましたけどね、ちょっと配信媒体が不明でね、最初の放送が9月中に行われて、しかも2時間スペシャルなんでね、見逃さないように、しておきたいなというふうには思いますが、まあある意味これ大本命にしてる人も多いんじゃないでしょうか。二つ目はミギとダリーですね。はい。漫画原作の作品ですが、完結済みのミステリーっていうところがポイント高いと思います。安心ですよね。で、あらすじがですね、この子供のいない夫婦がね、ある日、まあ、一人という美少年を、養子に迎えるんだけど、実は一人っていうのは、こうミギとダリという双子の少年で、それぞれが巧妙に入れ替わりながらですね、二人で一役のね、人物を演じる、その理由とは、みたいな形のね、ミステリーになっていますので、はい。まあこの導入なかなかねワクワクしますし、単純にねその犯人は誰とかで終わってしまうような話じゃなくてですね、こっからの話がどう続いていくのかっていうところを含めてね、共有していけたら楽しいかなと思います。やっぱり懸念事項としましてはね、これ配信媒体がアマプラなんですね。だから無料に降りてくるまでは1週間かかるので、この時差をどういう風に埋めるかっていうね、形はありますが、ともあれねこの作品は結構期待しているので、ね、しばらくは追っていこうと思っています。3つ目は神選びですね。はい。まあその期待する5作品の中の唯一のオリジナル枠という形になってます。原案横尾太郎さん、監督がですね、瀬川博之さんですかね。はい。シドニアの騎士とかアジンとかの監督さんでしょうか。はい。そんな形でですね、まあ内容としましては、まあ無気力な高校生五郎のもとに、まあある日スマホにね、メッセージが届いてですね、まあ選ばれましたので願いを言ってくださいみたいな形でですね、次のまあ神様を決めるためのバトルロイヤルが始まるというストーリーで、まあよくある展開なんですよ、言ったら導入としましたが、ただまあジャンルとしましてこれね、フェティッシュバトルロイヤルと、なっていますので、はい。まあ、フェティッシュ、まあ、特定のものとか状況に対する過度な興奮や、まあ、執着を表す言葉、まあ、フェティシズムとかがね、近いと思うんですが、このあたりがどれぐらい尖った作品になるかっていうところね、期待したいと思います。特にまあ、オリジナルなので、ワンクールで綺麗にね、締めてくれるなら、それはそれで期待できますし、逆にまあ、クリエイター感のあるものをね、こう、主張しすぎると、作品の
ストーリーの趣旨がねバラバラになってしまうオリジナルなんかも、ありますので、どう転ぶか全然わからない未知数な、作品だとは思いますけど、まあせっかくのオリジナルなんでね、しばらくは追ってみたいなというふうに思います。4つ目は最果てのパラディン鉄サビの山の王第2期ですね。はい、まあ続編の中ではね、僕がまあ秋アニメでは一番続きが、気になっている作品にはなっています。他の作品はね、その1期である程度綺麗に収まっていて、自分の中でその消化、されてはいるんですけど、まあこのサイパラに関してはね、もう続きが気になって気になってあの特に主人公がね領主になったんですよね、1期の最後に、ね、つまり、僕外交とか内政とか領地系とかね、結構自分の中でブームが来てますので、この辺含めてですね、新しい展開を期待していきたいなというふうには思います。まあ一期がね本当に硬派でね、良い繊細なファンタジーだったのでね、その良さが、まあ生きながらもですね、その領主になったことによってスケールはね大きくなっているわけで、はい、こちらの内容をですね楽しんでいきたいなというふうに思います。最後は薬屋の独り言ですね、小説原作のファンタジー推理ものです。でまあ架空のね、中華風帝国を舞台にしてるって形になってます、ね、高級ものというジャンルがあるのかちょっと分かりませんが、ともあれそこで起きる事件を、まあ、薬学の専門知識で主人公が解決するっていうね、ジャンルはミステリーファンタジーラブコメとなっているようですが、自分はこの薬学要素の部分を含めたミステリーにね、期待していきたいと思います。一方ですね、まあ、ちょっとラブコメが強かったら自分としてはね、そこまで熱くなれない可能性もありますし、中国の歴史にはね僕は詳しくないので、その点に関してはだいぶ、フラットに楽しんでいきたいかなというふうに思います。あの楽しく知識補完、してくださることは全然募集しておりますし、配信もね結構各種で、やっているようではありますが、ともあれ放送日がちょっとね、遅れて、そして、初回が3話連続放送になるのかな、ね、となっていますので、こちらもね忘れずにチェックしておきたい部分じゃないかなというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。今回は秋アニメの放送日順のラインナップと期待の5作品の紹介をしてみましたが、いかがだったでしょうか。一応ね概要欄の方に放送日と作品名と、リンクについてですね順番に並べています。一応ね10月上旬については1日に1作品ぐらいはね、チョイスできてますので、まあ時間がある時にね、確認してみてはいかがでしょうか。はい、まあこのチャンネルとしましてはね、今回まあ押さえておきたいとチェックしたいと、言った作品に関してでは、必ず視聴してですねライブなんかで、その感想なんかを共有していこうかなというふうに思ってます。はい、まあ機会恵まれれば他の作品もね、見てみるかもしれません。特にまあ今回そのチェックできてなかったジャンルの話題作なんかについてはね、見ていくかもしれませんので、まあ皆さんのね、一押し5作品なんかもね、書いておいていただけるとね参考にさせていただこうと思います。ではではご視聴ありがとうございました。またの機会ありましたらよろしくお願いします。遠山徹でした。